なので、2-2からの、三塁方向に打ったファール。もうこれが今日の、勝負ありポイントかなという。はい、お疲れ様です。9月16日、本日のカープ KT です。今回もご視聴ありがとうございます。まあ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 、いろいろありましたけども、今日はね、勝ってくれることが一番だったんで、もう結果、OK としましょう。はい、お疲れ様でした。今日はですね、中継ぎというんですか、リリーフ4人で劇場を完結したというようなゲームになりました。はい、森浦投手見事な火消し、ケムナ投手相変わらずの劇場で、なぜか矢崎投手が3人で抑える、まあ野間選手とね、見事なプレーもあったんですけども、3人で抑える、そして栗林投手が満塁まで行くということで、まあ4人でね、しっかり劇場を作り上げたということで、本当に見応えのあるゲームでございました。ありがとうございます。はい、こちらのチャンネルは、広島カープ応援チャンネルとなっておりますので、カープファンの方は、ぜひね、チャンネル登録していただいて、一緒にカープの応援の方していきましょう。よろしくお願いいたします。また、ゲーム中はコミュニティ機能を使いまして、皆さんと意見を交えながら、カープの観戦を行っておりますので、そちらの参加の方もよろしくお願いいたします。コメントを入れるのがね、恥ずかしい方はいいねボタンをね、この人の発言面白いなと思ったら、押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、残り試合わずかになりますけどね、来年も必ずこのチャンネルやりますんで、登録しておいていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今日は気分よく、オープニングいきたいと思います。今日は、はつきさんがね、ヒーローになったんで、はつきさんでオープニングいっちゃう。おかえりなさい。ということで、早速本日の振り返りやっていきたいと思います。まずポイントから今日はね、出していきたいと思います。よいしょ、ということで出てきました。まずはじめですね、今日のポイント、コミュニティの方のね、タイトルで付けましたけども、超オフェンシブな、スタメンできたなということで、松村選手をね、5番に入れて、もう今日はね、守備よりも得点を取りに行くんだという笹岡監督の意思を伺いました。もうここはね、いいとか悪いとかじゃなくて、もう結果が全てになってくる采配だと思うんで、今日は見守ろうというふうに思って見ておりました。まあ今日はね、ズバリということで良かったと思います。スタメンに関してはズバリということでいきたいと思います。そんな中で、今日はですね、ネガティブ2つ、ポジティブ2つ、ポイント喋っていきたいと思います。まず1個目ですね、大瀬良さんの現在地ということで、今日もですね、またしても先週のスワローズ戦に引き続き、ホームランを食らってしまいました。大変痛いですね。先週3発で、今日もね、勝負どころで1発食らうということで残念でした。もう初回はね、2人で あっさり1点取れるというところで、今日もダメな大瀬良さんかなというふうに思ったんですけど、そこからね、見事に立て直して、もう球数も少なくね、いってたんで、8回9回ぐらいまで投げれるんじゃないかというようなペースで来てたんですけども、6回突如乱れてしまいました。しかも2アウトからですね、フェンスもう最上段に最上部に当たる、ツーベース打たれた後に、もうこれ、ね、ああいかんいかん、一発はいかんというようなね、目覚めさせてくれるようなツーベースだったんですけども、そこからね、さらにホームランを打たれてしまうという最悪なホームランを打たれましたね。で、続くバッターにも、フェンチョクまた打たれて、フェンチョク長打を打たれてしまって、もうここはね、止まらないだろうということでスイッチになってしまったんですけども、まあこれね、大瀬良さん調子がいいとか悪いとかじゃなくてね、もう今の実力といいますか、ね、今の力が、こんなもんなのかなというふうに思わせてしまうような内容になってしまいました。ただですね、まあ経験も十分ありますので、そんな状態の中で抑えていくというのを大瀬良さんからね、見たいなというふうに思いますんで、今後のね、登板ありましたらよろしくお願いいたします。はい、2つ目のネガティブポイントということで、7回のね、采配に物申すということでやっていきたいというふうに思います。はい、7回まず攻撃のところですね、逆転された後、小園選手がね、しっかり先頭で出塁してくれました。で、相澤さんにね、ここをまずバントで同点かと思っていたんですけども、まあ、強攻策に出ました。まあ、結果的に良かったんですけども、まあ、ゲッツーだけはやめてくれと思ってたんですけどね、まさかのタイムリーということで、本当にね、これ、相澤さんには頭が、上がらないんですけども、その後ですね、相澤さんが二塁残った後、ここはね、もう一気に逆転に行かなきゃいけない場面ですね、ノーアウト二塁だったんで。なので、相澤さんにね、ダイソーを出してもいいんじゃないかなというふうに思いました。で、バッターをね、菊池選手にかけてバントをさせたので、三塁ね、まあ、菊池選手がバントうまいんで、よっぽど三塁いけるというふうに踏んだのか分かんないんですけども、まあ、その後のね、展開、犠牲フライで点取りに行くのか、内野ゴロで点取りに行くのかというイメージがどれであったのか分かんないんですけども、まあ、ここはね、勝負でね、まあ、曽根さんだったり、大森さんだったりをね、ダイソーで起用してほしかったな、そういう気持ちを見せてほしかったなというふうに思いました。大瀬良投手もね、もう変わっていたんで、無理にね、相澤選手にこだわる必要もないかなというふうに思って、そういうふうに言っておるんですけども、まあ、磯村さんもね、非常に最近、安定してきておりますんで、全然ね、終盤から
後半からね、中盤から後半か、任せられる星が、もう一人ベンチにいるので、そこはねもう迷わずねダイソーを切ってほしかったなというふうに思います。はい、で続きまして7回裏のところですね。この投手起用のところなんですけども、こちらもねちょっと物申させていただきますと、まあ、ケムナ投手を頭からね生かすのは別に、構いません、いいと思います。はい、ただケムナ投手3人で終わりませんね。まあそこは仕方ないんですけども、まあランナー出してね、繋がれてしまって左の佐野選手まで回りました。なのでここでねやっぱり一冊ターリー投手というまた気迫のね采配、系投を見たかったなというふうに思います。タイガース戦でね見せてくれたああいうね、気合なんだったのかな、笹岡監督もうなくなっちゃったかな。はい、であそこでねターリー投手見たかったんですけども、まあそこでね佐野選手見事に繋がれたんで、4番のねマーク選手に回りました。なのでここはねもう7回ですけども矢崎投手ぶち込むという気合見たかったですけども、安定の1イニング完結リリーフということでケムナ投手続投になりました。まあ結果的にねゼロで抑えたんで良かったんですけども、もう本当に負けられない試合なので一人一冊でねどんどんぶち込んでいってほしかったなというふうに思いました。ここはねネガティブポイントで采配に物申させていただきました。勝ってるのに生意気言って申し訳ございません。はい、ここからですねポジティブな方行きまして、アンパンチ炸裂ということで松山選手のね一時は逆転となるタイムリーのところですね。本当はねこの打席だけでねちょっとね10分ぐらい喋りたかったんですけども、まあちょっとね軽くおさらいしていきますと、西川選手がね同点タイムリー、見事なねさすがの技ありタイムリーで、同点タイムリー打った後なんですけども、初球ですね入りスライダーでねおそらくボールでもいいよぐらいの感じで要求したスライダーだったんですけども、アウトコース低めビシッと決まりましてストライク先行になりました。その後チェンジアップストレートと、続けましてボールという風になって2ボール1ストライクという風になりました。でまた4球目ですね、4球目初球と同じようなスライダーが決まりまして2ボール2ストライクとなりました。で最後ねバッテリーが決め球に選んだのがインコースのストレートだったんですけども、まあねインコース厳しい、おそらくボール球だと思うんですけどね、インコース低めのボール球だと思うんですけども、あのボールを三塁方向逆方向にファールを打った松山選手の姿を見て、あこの打席はいけるわというふうに私は思いました。あの球をね引っ張ってファールに打ってたらおそらく次のね変化球で引っ掛けたゴロとかになってたんだろうなというふうに思うんですけども、あのねインコース低めの難しい球を、レフト方向にファールするという意識があったから、その次ね、バッテリーがねどう踏んだんですかね、これストレート押せてると踏んでもう一球ね勝負球まっすぐ選んだのかちょっとわかんないんですけども、次ねちょっと甘く入ってきたストレートをね左中間に見事アンパンチ出ましたということでナイスバッティングです。ちょっとねこのね、1打席は非常に見応えのある1打席だったんでね、もうちょっと喋りたいんですけども、まあ、時間もありますんで、これぐらいにしております。なので2-2からの、三塁方向に打った松山選手のファール、もうこれが今日の、勝負ありポイントかなというふうに経験的には思っております。はい、続きまして4つ目ですね、こちらはまあ日程的な運もあったかなということでちょっとねやらしい話になるんですけども、 DeNA が今日からね10連戦になるのかな、10連戦になるということでね、まあ先発のね浜口投手も、できるだけ引っ張りたかった、まあ三浦監督はね状態良かったから投げさせてよみたいなこと言ってたんですけども、まあそれも状態もあったと思うんですけども、当然ね日程的なことを考えて先発できるだけ引っ張りたかったというのもあったんで7回まで投げさせようとしたわけですね。はい、その辺がねやっぱり日程10連戦というのは控えている中での、苦し紛れのね系統になってしまったところで、そこをね見事突っつけたというカープがね、まあ一歩上手だったんですけども、本当にちょっとそういう日程的なね、詰まってる DeNA、詰まってないカープという差も出たのかなというふうに思っております。まあね、でもそこをね、しっかり捉えた、西川選手だったり、小園選手、相澤選手、葉月選手、マクブルーム選手がね、見事だったんですけども、まあ今日もね、作戦というよりはね、バッター一人一人がね、ヒットでつないだ、得点だったんで、明日はまた采配で、勝ちをね、もぎ取る試合を見せていただきましょう。よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日の振り返りは以上になります。あ、忘れてましたけどね、最後、ここにね、冒頭から載ってます。安定のキックということで、バント見事でしたね。まあ、ランナー二塁の時はね、三塁手に取らせるというのが一応セオリーになっていますけども、一塁手にね、取らせる。で、一塁手に取らせるんだったら、ファースト線上に転がせば三塁には投げれないだろうと踏んで、もうそこにね、ビシッと。これがさすがですね。無理にサード側行ってね、ファールになるよりは一塁側に行って、ただ一塁側でね、甘めのコース行きますと三塁にね、一番投げやすいバントになってしまうんですけども、コースさえしっかり殺
転がせば、三塁がセーフになるという菊池選手の技術の詰まったバントでございました。ただね、その後の、ランニングもね、ファーストまでの駆け抜けもね、見てますと結構力強く走ってたんで、まあ足の状態は悪くないのかな。はい、そろそろスタメンで見たいかなというふうに思っておりますんで、菊池選手よろしくお願いいたします。まあヒッティングでもね、ちょっと見たかったなというふうに個人的には思ったんですけども、さすがのバントですね。最近矢野選手だったりね、ピッチャーだったりがね、バントの失敗多かったんで気になったんですけども、ここで1個ね、気持ちよくバントを決めてくれる人がいたんで良かったなというふうに思います。ありがとうございます。はい、というわけでね、もう負けられない試合、一戦必勝、もう明日のことは考えるなという戦いが続きますけども、一戦一戦頑張って応援の方よろしくお願いいたします。はい、今日のゲーム内容もしくはこの動画がね、いいなと思っていただけましたら、いいねボタン押していただけると嬉しいです。というわけで今日もありがとうございました。最後はいつもお願いします。せーの、やっとろ。はい、おやすみなさい。今日も遅くなっちゃいましたね。また明日。